この戦いが終われば次は貴様だ、アムロ。俺たちには俺たちが戦うべき場所がある。前方、市街地にモビルアーマーを確認。サクラ、ユニコーンガンダムは？上空に袖付きの空中貨物船、ガランシエールが来てる。え？どうして袖付き？もう乱戦状態なのね。ジオンの地上残党軍が出張ってきてるからね。基地だけじゃなく、港にまで戦線が拡大しちゃってる。今の私たちは地球連邦軍だから、こっちも放ってはおけないんだけど。対応は任せるわ、小隊長。でも私たちの目的はあくまでモビルアーマーよ。モビルアーマーシャンブロン、思ってた。この時を待って、つのまれ。そこにいるのはバナージなの。裏切ったというの？モビルアーマーのパイロットとバナージ君の知り合い？ジオン残党軍の鬼ガーデン少尉、バナージ君はガランシェールにいた時にね。箱の封印が解かれる。あ、なぜこんなことをするんです、ローリさん。そのために生きてきたからだ。お前には感謝している。この恨みを晴らすことができる。積年の恨みを晴らす道を開けろ。いや、母の苦しみ、父の無念、分かられてたまるものか。父の意志を継ぐためだけに生きて、私は今ここにいる。彼女はジオン残党をまとめた資産家の娘さん。ご両親は連邦の残党狩りで。リディ少尉、あれを止めないと町が。このパイロットに何を言っても無駄だ。破壊するしかない。力づくでは何も解決しません。聞いてくれ、ロニさん。これは君が本当。お父様、お母様、ごめんなさい。私はバナージ君の呼びかけに反応した。何？あ、戦況の方に変化があったよ。ゴズメのザクワンスナイパータイプのレーダーを確認。残党軍リーダー、ヨンムカーグス調査機。連邦がまた奪った。私を守ってくれた人、これで全てをおしまいにする。最後の家族を。ロリ、邪魔をするな。思い知れ、思い知れ、思い知れ。この淀んだ黒い感覚、こんなものに染まっていくことに意味なんかないよ。ああ、飲まれてはだ。乗れ、バナージ。リディさん、ロリさん、戻ってくれ。可能性に殺されるぞ。そんなもの捨てちまえ。私は味方に。